デレク・パラビチーニは、盲目のイギリス人ピアニスト、重度の学習困難を抱える一方で、絶対音感を持つ、自閉症者版としても知られる。1979年、イングランド南部の都市レディングで生まれる、妊娠25週での早産だった。未熟児として生まれたデレクは、酸素吸入を施されるが、病院の設備が十分でなかったこともあり、 血液中の酸素濃度を適正に保つことができず、未熟児網膜症になってしまう。そして視力を失うだけでなく、脳にも重い障害が残った。生後18ヶ月頃、パラビチーニケの子供部屋に小さな電子オルガンが置かれた。目の不自由な幼子を気遣ったウバが屋根裏部屋から探し出してきたプラスチック製のキーボードで、もともとは母方の祖父が購入したものだった。 デレクは音楽に強い興味を示し、その後エレクトーンやピアノを独学で演奏するようになっていく。天気が訪れたのは5歳の時。両親に連れられ、ロンドン郊外にある視覚障害者のための学校、リンデンドジスクールを見学する。そこには、その後の彼の人生とキャリアに深く関わることになる人物、音楽教師のアダム・をケルフォードがいた。アダムによって、 音楽の非凡な才能を見出されたデレックは、以後、彼からピアノの指導を受けるようになる。アダムは、音楽の師であるばかりでなく、良き理解者であり、被護者となった。1989年7月18日、シティオブロンドン。わずか9歳で、バービカンホールの舞台を踏む。視覚障害者のための、ファイトフォーサイトというキャンペーン活動の一環として、開かれた。 からコンサートだった。彼は、ロイヤルフィルハーモニー・ポップス管弦楽団と、ジャズで共演して、国内外のニュースメディアから注目され、BBC の人気トークショーにも招かれる。翌年5月には、民放テレビ局 ITV の27時間チャリティ、番組、テレソン1990に登場し、ファッツ・ウォーラーの、ユアフィーとエストービックを演奏した。その後、 事前活動への貢献が評価されたデレックは、当時のウェールズ対抗費ダイアナから賞を贈られている。2006年5月、米国ラスベガス、マンダレーベイイベントセンターで催されたチャリティーコンサートに参加。デレック同様、盲目でサバ番賞候群のアメリカ人少年、レックスとのピアノデュオで、スコット・ジョプリン作、ジエンターテイナーを演奏する。デレックは、 ジョージシェアリング風のアレンジを披露し、その模様はイギリスチャンネル5のドキュメンタリーシリーズエクストラオーディナリーピープルで放送された。デレクトレックス、共通点の多いこの二人の音楽サバンはアメリカ CBS の報道番組60ミニッツによって追跡取材され、その得意な能力や人となりが何度か伝えられた。2006年秋、彼にとって初の CD となる。 レコーズ・オブ・ザ・サウンズ 2BE がジャズコンピレーションとしてリリース。翌2007年にはアダム・オッケル・フォードによる電気・インザ・キー・オブ・ジーニアスが出版された。2010年5月現在、デレクは王立盲人援護協会が運営するイングランド南東部サリー州のケアホームに居住している。イギリスの小説家、劇作家のサマセット・モームは父方の曽祖,祖父にあたる。 モームの一人娘ライザが祖母。19世紀後半、ロンドンに孤児院バーナードホームを設立したトーマス・ジョン・バーナードはライザの母方の祖父であり、デレクの高祖父になる。前述の通りかつてデレクは子供たちへの事前活動で功績のあった高祖父の名、バーンハードを冠したチャンピオン・チャイルド賞をダイアナ元妃から授かったことがある。母方の祖父、デレク・パーカー・ボーレスは 第6代マクルズフィールド伯爵の彦で、デレクの名はこの祖父に由来する。また、叔父のアンドルー・パーアカー・ボールズは、チャールズ・エイコー大使の現在の妻であるカミラ夫人と1973年に結婚し、1995年に離婚している。デレク自身は、創生ーージの第二子として、レディングのロイヤル・バークシャー病院で誕生した。早産という危機的な状況の中で彼だけが生存。 第一子は女ジ児ジだった。両親は彼が5歳の時に離婚し、二人ともそれぞれ再婚した。ジャズやポップ、ライトクラシックを好む。長年にわたりデレックのピアノを指導してきたアダム、オッケルフォードによれば、様々なスタイルの曲を弾かせるうちに、彼の音楽的素質と強みは、ラグタイムやストライド、そして初期のジャズにあることが次第に明らかになったという。その演奏は、 スコット・ジョプリンや、ファッツ・ウォーラー、アート、テータムなど、20世紀前半に活躍したピアニストたちの融合のようだとも記している。盲目のジャズピアニスト、アート・テータムとの類似性については、チャンネル後のザムシカル・ジーニアスの中でも言及。なお、バードランドの子守歌などで知られるジョージ・シアリングは12歳から16歳にかけての4年間を、リンデン・ロッジ盲学校で過ごしており、 デレックとは同窓である。資格を持たず、目からの情報をもとに、ピアノを弾くということを学び得なかったデレック。オッケルフォードが初めて彼に出会った際、その演奏方法は、拳や空手チョップ、時には肘や鼻先までも使うというとても異様なものだった。ピアノに強い執着心を持つデレックに対してはまず、一台のピアノを、 他の人と共有することを学ばせる必要があった。その後、何年にもわたって、ピアノの運指法を根気強く教えていかなければ、ならなかった。彼には低音域から高音域までを聞き分ける、普遍的な絶対音感があり、オーケストラの楽器を使って試したところ、同時に20音程度までそのピッチを識別することが、できたという。デレクは、過去に一度耳にした音楽を忘れずに記憶し、 その何千にも及ぶレパートリーの中から特定の曲を瞬時に思い出して正確に再現する。しかも彼の場合は単に機械的に覚えているだけではなく、それらを異なるキーで演奏したり、あるいはアレンジを加えて変奏するという創造性を合わせ持ち、さらには即興演奏もこなすという。そのことから、オッケルフォードはデレクの音楽的才能について尋ねられた際、 彼は単なる人間 iPod ではないと説明した。ところが、この発言のヒューマン iPod という箇所だけが元の文脈を離れて強調されるようになり、結果、それがサバンの音楽家、デレク・パラビチーニを形容するニックネームのようになったとされる。ありがとうございます。